さっきのデッキよこせよ。なんでさっきカードを捨てたんですか。俺はカードなんて捨ててねえからな。カード捨ててないとか言ってこんな嘘つき邪魔に決まってる。嘘は言えないけどいきなり暴力もダメ。あと大事なバインダーで叩いたらもっとダメ。うん、そうだった。俺の頭より大事なバインダーだ。あれ、邪魔に変身しない。ほらシュカちゃん違うみたいだよ。邪魔ってなんだよ、てめえガキだからってもう容赦しねえ。あ、どうしよう、本当にジャマーじゃないのかな。あ甘いなお前ら、デッキはいただくぜ。とっても強いんですから。面白い、こいつらをぶっ倒せばなんとかなるってこと。ユニットと直接ファイトできるとは光栄の極みだ。ずいぶんノリノリだけど大丈夫かな。こんなところからとっとと帰りたいだけだ。目つき悪いけど意外にいい人。エミちゃんも目つき悪いって思ってたし。行きたい。お前らな。でもほらこういう人って自分の中を隠しながら悪ぶっちゃう感じっていうか。へえ、そうなんだ。一言一言チクチク傷ついてっからな俺。まあガキのザレ事はさておいて、よし、ヴァンガードで勝負だ。お前、勝負はカードファイトで決めるってのがお約束だろう。冷静に考えてください。悪役とカードファイトするなんてそんなのありえないし。はあ、なんだと。この擦り傷、一体何してきたのよ。信じてもらえないだろうけど。え？ヴァンガードのユニット、グレイオンと戦ってきた。ほんとつまらない冗談ね。ちょっとどきなさい。トップアイドルの体に気安く触るんじゃない。トップアイドルは自分のことをトップアイドルとは言わないんじゃ。とにかく元の世界に帰ったは。この世界は俺たちの知っている歴史から歪んでいる。そうみたいね。その歪みの中心は王母様はサンクチュアリと呼んでいた。だったら最大の歪みはここの主である千堂愛一ってことだろう。あいつをぶっ倒せばそれで終わりだ。千堂愛一、俺とヴァンガードで勝負しろ。俺が勝ったらまっすぐ家に帰って元の頼りないお前に戻るんだ。わっわーうわっ。あいつを元に戻す。お前たちはすっこんでろ。今日こそヴァンガードで勝負。邪魔。何と言えば分かるの。こいつらを倒せるのは私たちだけ。あれ以来アカシックブックはうんともすんとも言わねえのか。いつまでこんな暮らしを続けなきゃなんねえんだ。すべての歪みを修正するまででしょ。よくそんなに冷静でいられるな。そもそもなんでこんなに散らかってんだ。あなたが掃除しないからでしょ。俺か？俺のせいなのか？お前だって何もやってないじゃねえか！あなた、トップアイドルに掃除なんかやらせる気？掃除はしなくてもスープは飲み干すのかよ。ちょっと黙っててくれない？なんだよいきなり。さっきから考えていることがあるの。アカシックブックってひょっとして。
ここは。あ。で、今回の歪みは。それを探すのがあなたの役目でしょ。前から聞こうと思ってたけどな、お前友達いないだろう。あなたほどじゃないわ。本日のお客様は高校生実業家として大成功を収められた新庄哲さんにお越しいただきました。ブイッシュ。そうですか、君の気持ちは分かりました。ぜひとも我が社の CM にご出演ください。飛び込みの営業か何かと勘違いされているな。で、こちらはマネージャーさん。誰がマネージャーだ。今や大金持ちみたいだが、歪みは修正しないとな。ヴァンガードで勝負だ。このメタヤデッキの餌食にしてやる。そんなことより、おいおい、スイコさんに宣伝していただきたい新商品を見てください。ブイッシュ。新たに電話とカメラの機能を持たせた VF グローブバージョン11。いや、それよりも開発中の新商品の方がいいか。 VF 靴下？どうして俺が試着してんだ。マネージャーさんだからでしょ。では、行きますよ。キック！ VF 腹巻き？スイッチオン！あかん！レバー！なっかなか！あ！まだまだありますよ。VF 鉢巻き？なあ、この格好に悪意を感じるのは俺だけか？そんなことないのだ。スイッチオフ。反対なのだ。大ヒットの理由わかる気がする。そしてこれが大本命 VF ブリーフ。 VF ブリーフ。あ、ポチッとね。あー、さんが大本命。私にも体験させてくれないか。 VF グローブを使ってのヴァンガードファイト。なんだと。意外だったぜ、今のお前からそんな言葉が出るとは。よし、ファイトだ。相手はあなたではない。君だ。私？ VF グローブをつけての堂々たるファイト、素晴らしかった。まさかこれにそんな使い道があろうとは。開発者たる私も知らなかった。ぜひともファイトしてくれ。望むところよ。待て、ファイトなら俺の出番だ。無視かよ。そうだ、思い出せ新庄哲。お前の夢は世界中の人を健康にすることなんかじゃない。体調が優れない。今日のところはここまでだ。ファイトを途中で投げ出すのか。もういい、ヴァンガードは十分に理解した。終わりにしよう。何、いきなりおかしくなっちゃった。みたい。邪魔。お前に新庄哲を名乗る資格はない。あいつは、哲はファイトを途中で投げ出すような男じゃないぜ。なぜ生きれる。俺はかつてあいつからヴァンガードを奪ってしまった。それでもあいつは俺とのファイトでかつての自分を取り戻した。自分とヴァンガードのつながりが切れるはずなどない。そう信じていなければ決して果たせないことだ。そんな男がファイトを途中で投げ出すと思うか。俺の夢は、私の夢は世界中の人を健康にすること。じゃあな、とっとと出て行きやがれ。俺はもう二度とヴァンガードファイターじゃない鉄の姿なんか見たくないんだ。俺のメサイアデッキの餌食になるがいい。